2019スプリングサマー、はい、みんな盛り上がってくれますか。今日は最後まで付き合ってくれますか。ありがとうございます。というわけで今回は記念すべき10回目の開催、はい、テンスアニバーサリーです。皆さん大きな拍手。さあ司会は私おなじみでございます、お茶の間のアイドルくすんことゆうけいと、私上野ひとみです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあというわけで令和の幕開けにふさわしいファッションリーダーズ、はんなりと和装で登場いたしました。なんていってもこちらの着物はですね、明治33年創業、8年連続関西ナンバーワンシェアを誇る京都嵯峨野館から今一押しのものをラインナップしてご紹介いただきました。嵯峨野館に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ店には圧倒的な人気を誇っていまして、 TikTok アルバムのコラボも実現させている京都嵯峨野館、高級ラインの伝統美あふれる御殿からから、はい、トレンドのレトロ柄まで幅広いジャンルを取り揃えた華やかなファッションを着物の本場京都室町からお届けいただきました。でせっかくなんでね、今はその出たの一瞬だったので、はい、もう一度見たい人手を挙げて。わかりました。いいですね。じゃあチームのメンバーになりますが、はい、代表的なメンバーに登場しましょう。カモン、みんな大きな拍手を迎えください。最高です。よろしくお願いいたします。さあまずはゆきぽよさんとメガネちゃんにお話を伺おうかな。はい、いかがですか。いやさすが大阪ですね、うん、みんなノリがいい。さあ続いて、はい、いやもうね若い子の力は今日はすごいと思います。最後の最後まで盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。やっぱりね和装もどうですか、着心地の方はメガネさん。いやもうね、こんなに和装揃ってるの最高じゃないですか。なかなかないよね。めちゃめちゃかっこいいですよね。ですよね、はい、そして日本さんいかがですか、着心地は。いややっぱり和装素敵ですね。令和にふさわしいです。確かに、はい、日本の令和初の最初のイベントとして超ふさわしい。ありがとうございます。そんなファッションリーダーズは次世代のトレンドを作り出すべく担当したスナップサイトです。出演するランウェイモデルさんはみんな魅力とセンスを兼ね備え、はい、エッジの効いたモデルたちばかりです、はい、その中でもより際立ったファッションと本気で向き合うファッションリーダーを見つけるためにこのファッションリーダーズ2019スリングアウトサマーを開催いたします。ありがとうございます。で、まあ、今回のですね出場者の中から納豆関西コレクションに出場できるという権利が与えられます。そうなんですよ。つまりここからスターが誕生するわけですよね、クロッチモさん。そうなんですよ、はい、すごいですよね、すごいよね。ファッションリーダーズはほんまに会を増すごとに大きなって出てるし、そんなイベント他にないですよね。ですよね。出演者も楽しいし、はい、お客さんも楽しいし、はい、素晴らしいイベントだと思います。もうみんな一人になってるお祭りですもんね。いやめっちゃ楽しい。本田さんはどうですか。そうですね、やっぱりこのイベントで、はい、関西コレクションでこう出場できる方が決まるってことなんで、はい、本当にでも投票が本当にすごい大事っていう。そうなんですよ、だから今日は皆さんが審査員です。そうなんですよ、はい、よろしくお願いいたしま す。じゃあここで改めてこのファッションリーダーズ10th Anniversary の開会宣言を我が大倉志望さんにお願いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。さあじゃあね、今回なんとファッションリーダーズ10回記念らしいんですよ、はい、なのでもうみんなでお客さんも出演者もみんなで心を一つにして成功させようじゃないかということで、はい、僕がせーのと言ったらお客さんも皆さんもファッションリーダーズスタートと言ってください。はい、なんと声出して俺一人で盛り上がってたら、じゃあ1回だけ練習しましょう。1回だけ練習しましょう。練習ね、1回リハーサル、はい、練習やからね、うん、せーの、ファッションリーダーズスタート。じゃあ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 もうちょい行ってみる。みんな俺こうみんなみんなも一緒にスタートと言ってくださいよ。みんなもスタートね。もう一回俺ここまで出てるのみんな下がったんだから。そうそうそう。で、はい、せーのというね、ファッションリーダーズスタートでいきますよ。はい、皆さんよろしいですね。ほとんど声出してなかったからね。はい、これ本番です
か。あのこれで声出せんかったら帰ってもらうからね。はい、来ないですか。これいらんから今日は。はい。さあ行きましょう。ではお願いいたします。開会宣言です。せー